忘れもしない2014年7月1日閣議決定という方法にもって集団的自衛権行使を容認し、それ以来まさに武器の爆買いと自衛隊の海外への派遣、こういうふうに走っているわけです。私たちはこういった政治を許してはなりません。私たちも大きな声で国葬反対、権力の私物化反対、そういった声を訴え続けましょう。ありがとうございました。立憲野党の代表の方からご挨拶です。日本共産党小池晃さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。国会正門前にこれだけ集まるのをコロナの後久しぶりではないでしょうか。それだけみんなが本当にこの問題で怒っているということだと思います。今日は共産党からは山添拓参議院議員、伊藤岳参議院議員、上智子参議院議員、仁比聡平参議院議員、宮本武史衆議院議員がこの場に参加をしております。皆さん、弔意というのは誰に対するものであっても弔意を示すかどうかも含めて、これは強制されては絶対にいけない内心の自由に関わる問題であります。ところが岸田首相は8月10日の会見で敬意と弔意を国全体として表す儀式だと述べました。国全体って何ですか？誰が決めたんですか？実際今日首相官邸で葬儀実行幹事会が開かれて、国葬の当日には哀悼の意を表するため各府省においては弔旗を掲揚するとともに葬儀中の一定時刻に黙祷することとする、これを決めました。岸田さんは国民に弔意表明求めないと言うけれども、弔意の強制が着々と進んでいるのではないでしょうか。皆さん、そもそも安倍晋三さんは戦争法、特定秘密保護法、共謀罪を強行し、森かけ桜、まさに政治の私物化をやってきた人物じゃありませんか。そして今その背景に統一教会、国際勝共連合という反社会的カルト集団、反共暴力集団がうごめき、その頂点に立ってきたのが安倍晋三氏ではないかということがいよいよ明らかになりつつある。まさに弔意を強制される、弔意を示すのに最もふさわしくない人物ではないでしょうか。しかも国葬というのは法律にはありません。法律にないことを何で閣議決定で決められるのか、法律にないことを何で予算が出せるのか、しかもその総額は終わってから示すと言っています。いくらかかるか終わってみないとわからない、まるでぼったくりではありませんか。岸田さんは民主主義を断固として守る決意を示すためにやると言った。しかし今回の国葬そのものが数の力上がりは何でもできるという民主主義破壊に他ならないではありませんか。民主主義を守り抜くために国葬をやめさせましょう。国葬を民主主義の葬式にしてはなりません。憲法の葬式にしないために力を合わせる時だと思います。反対世論も日に日に大きくなっています。今日岸田さんは国会に出るということをついに認めたようです。しかし短時間でお茶を濁して逃げるようなことは絶対に許してはならないと思います。
皆さん、まさに今日本中で声を上げる時ではないでしょうか。国葬はやめろ、国会を開け、この声をこの国の隅々でみんなで上げていこうではありませんか。日本共産党も市民の皆さんと力を合わせて国葬反対の声を上げていくために全力を挙げる決意を表明して、共産党を代表してのご挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、9月27日の国葬当日は国葬と同時刻の14時、今日2時だと発表されました。私たちは国葬